ピエールジュール・セザールジャンさん、ピエールジュール・セザールジャンさんに観測記念碑がある。近世の日表通貨は1882年のアルジェリアでも観測している。日食を追いかけて様々な土地に観測に出かけた。1867年にはイタリアのトラーニ、1868年にはインド南部のグントール、1870年にはアルジェ、1875年にはタイ、 1883年にはカロリン諸島、1905年にはスペインのアルコセーブルを訪れている。1870年の観測では、不屈戦争でプロシア軍に包囲されたパリから気球に乗って脱出し、観測に加わった。1893年69歳の時、大気の影響を軽減するためにモンブランの頂上付近で4日にわたって観測を行った。 1875年からムードン天文台帳になった。ジャンさんは1868年8月18日に行ったインドでの日食観察で新しい元素のスペクトルを発見した。同年10月20日にロッキャーがイギリスで行った太陽光スペクトルの観測で同じスペクトルを発見した。この元素は後にロッキャーとエドワード・フランクランドによって ヘリウムと名付けられた。火星に彼の名を冠したクレーターがある。ありがとうございます。